こんにちは、津崎まみです。このチャンネルでは女性にモテる方法や恋愛のコツというのを恋愛心理学や自分の実体験に基づいて初心者の方にでも分かりやすいように解説をしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回は女性にモテる男性の特徴9選というのをご紹介していこうと思うんですけど、私ね、普段相談を受ける中で、結構ね、イケメンじゃないから、 年収とか身長とかスペックが低いからというふうにですね、おっしゃる方いるんですねうん。まあ確かに女性の中にはそういうのを求めてらっしゃるという方も存在します。だけど、実際にはお金がなくてもモテる人とか、顔の造形がね、すごく整ってるわけではないのに女性が途切れない方というのも存在するわけです。こういう人たちがモテる理由は、 女性が重視するポイントというのをしっかりと抑えに行ってるってことなんですね。なので今回は女性が重視するポイントというのをしっかり抑えて正しく努力することで持てる方法というのをご紹介していきます。まず一つ目。明るい雰囲気で感情が安定しているです。暗い雰囲気の人より、やっぱり明るい雰囲気の人に人って惹かれます。 明るい雰囲気を持つ人って人を元気づけたりとか勇気づけたりとかできるので自然と人から好かれるということになります。また感情が安定しているというのもとても重要ですね。感情が不安定な人って一緒にいるとすっごく疲れます。特にね、女性の方が男性に比べると感情に波があるっていう方が多いですよね。なので自分に波がある分相手には安定を求めるという傾向もあります。まず明るい雰囲気の対策から行きましょう。 これに関しては、いっつも笑顔で、ハキハキ話すっていうのがおすすめです。例えばね、あなたの周りにいる明るい雰囲気の人ってどんな人やろうっていうふうに思い浮かべた時に、笑顔っていう顔が浮かんでくると思うんです。つまり、それだけ相手は常に笑顔というのを心がけているということなんですね。さらに、性格の明るさって声の大きさで判断されています。 明るい人でボソボソ喋るっていう人ってあんまりいないんですよ。明るい人って大抵ハキハキと喋ります。なので、笑顔っていうのを心がけて、ハキハキ話すというのを心がけましょう。次に感情のコントロール対策もご紹介しますね。まずは、なぜあなたが感情的になるのかというのを自己分析しましょう。そして、どういうタイミングだったら感情的になるのかということを把握するというのも大事です。例えばね、精神的に余裕がない時そうなるなとか、プライドとか美学 が傷つけられた時にそうなるなるとかあとは悔しい時にそうなるという方もいるし、思い通りにならない時にそうなるという方もいます。それをしっかりと踏まえた上で、感情的にならずに伝えるっていうことが大事になってくるので、相手が聞き取りやすい声量であるかどうか、そして相手が受け取りやすい言い方であるかどうかというのを意識しながら伝えるようにすると、感情が安定している人という印象になります。 そして二つ目、爽やかで清潔感のある外見です。メラビアンの法則では、視覚情報が55%を占めるというふうに言われています。つまり、第一印象のほとんどは見た目で決まるということなんですね。特に女性って会話においても何でも共感してほしいって言いますよね。 つまり、それだけ共感能力が高いということなので、自分と自分と一緒にいる人を同一視してしまうということでもあります。なので、一緒にいたくないなとか、この人と一緒にいると自分のレベル下がるなというふうに思う相手は恋愛対象外になってしまいます。対策としては、まず、眉毛に着手しましょう。眉を整えるだけで印象というのは劇的に変わります。眉毛専用のね、シェーバーとか、今はね、たくさんいろんなものが売ってるので、ぜひね、自分に合ったもの 使ってい,ただ,きた,いですただ、注意点は、整えすぎは厳禁だということです。もしね、自分のテクニック心配だなとか、あんまりうまくいかないなという場合は、眉毛サロン、私はね、おすすめです。 眉毛サロンって、あなたの骨格とか目の大きさ、なりたいイメージに合わせて、眉毛を作ってくれます。眉毛サロンって、眉毛を整えてくれるっていうだけなので、アートメイクほどの効果はないんですけど、だけど、一回作ってもらったら、それをベースにして、あとは自分でやることってできますよね。生えてきたところを抜きゃいいんですからね。もちろん、アートメイクにね、抵抗がないという方は、それもおすすめです。まあ、そっちの方が圧倒的に楽です。眉毛をね、自分で整える時のポイントもご紹介しますね。まず 自分の顔がまん丸だなという風うに感じてらっしゃる方は、アーチ型の眉毛がおすすめです。あんまり角を取らずに、アーチを描くというのを意識して眉毛を作りましょう。そして、卵型の方ですね。丸なんだけど、顎がこうシュッとしているタイプの方。この タイプの人は曲線と直線というのが両方入っているので、どんな形の眉毛でも似合いやすいです。なので自分がなりたいイメージ、例えばかっこいい感じがいいなと思ったら直線というのを意識される方がいいし、優しいイメージ、親しみやすさというのが欲しい場合はアーチを描くというのがおすすめです。では次に、おもながというタイプの方です。この方は縦の長さに目が行きやすいので、眉毛は太めで平行。 なので、こうしっかりと主張した眉毛の方がバランスが取りやすいです。そして最後に、四角のお顔立ちですね。ちょっとこうエラーが張っていて、ちょっと四角いかなという風に感じてらっしゃる方。この方は、直線とか平行という風に作ってしまうと、力強すぎる。ちょっと頑固なイメージであったりとか、堅物という印象になりやすいので、 直線と曲線というのが混じったという眉毛がおすすめです。なので、まっすぐ作って、で、最後の方ちょっとアーチを描く。ひらがなで言うと平のようなイメージで作られるといいかなと思います。そして、三つ目。仕事にやりがいを感じる。です。仕事が好きだっていう男性に対して、性格良さそうだなとか、恋愛感重くなさそうだなとか、頼りになりそうだなという印象を人は抱きます。 そして、人から好かれるということは、社会的地位や信用度というのが高いという印象になるので、この人といると安心できそうだなとか、安定しそうだなという理由から、女性から好まれるということになります。反対に仕事が好きじゃないというふうにおっしゃる方に対しては、つまらなそうだなとか、この人といても成長できなそうだなという印象になってしまいます。 もちろんね、いろんなお仕事があるし、いろんな状況があるので、一概には言えないんですけど、だけど、まあ、お仕事あんまり好きじゃないなっていう場合は言わない方がいいですね。あなたのことをつまらない人だというふうに誤解されやすくなります。そして、 まあ、できればね、あなたの人生の大半を使うものなので、お仕事好きになってもらいたいなと思います。もしね、どうしてもそれでも好きになれないという場合は、お仕事以外の部分であなたが熱中できるものというのを作るのがいいです。 副業でもいいし、趣味でもいいです。何でもいいので、あなたが最高に楽しいと思う時間を作るっていうことで、あなたの魅力を誤解されるということがありません。これの対策なんですけど、仕事が好きそうだなって思われる人には共通した部分があります。それは、明るい表情、肌のツヤがいい、目が輝いている声に張りがあるです。 なので、疲れを取り除くということと、毎日ワクワクして過ごすっていうことがポイントになってくるんですけど、それが難しい場合は、ビタミンの摂取がおすすめです。卵とか乳製品、動物性タンパク質ですね。そういうのを食べるっていうのもいいし、人参とかほうれん草を食べるっていうのも、こね、おすすめです。 あとね、大豆製品もすごくおすすめです。大豆製品はお肌とか髪のツヤを作ってくれます。そして輝きのある瞳っていうのも手に入れることができるし、薄毛対策にもね、効果があるというふうに言われているので、大豆製品はね、絶対に食べた方がいいです。四つ目、かっこよさにこだわりを持っているです。結局ね、 モテる努力してる人って、やっぱモテるんですよ。ただしね、自己満足のかっこよさではなくって、人から選ばれるためにどうすればいいのかという、人の目を気にしたかっこよさというのがポイントです。体型維持であったりとか、髪型とか服装とかですね。人から選ばれるための努力をし続けるようにしましょう。対策としては、ボディメンテナンスがやっぱり早いです。スキンケアをすることと、引き締まった体型の維持です。 これは何に対しても言えることですけど、メンテナンスせえへんかったら汚くなっていくのは当然ですよね。特にね、加齢とともに、やっぱりこう何にもしなければ衰えていってしまうので、手を加えて丁寧に扱うっていうのをね、まあ、自分自身の体にもしてあげてください。まずね、全身保湿するっていうことが大事です。そして健康的な食事とか運動をするっていうことですね。自分自身に針とかツヤとか輝きを取り戻すっていう効果ももちろんあるし、あと人からこの人 とっってて自己管理能力高いい人やなという印象を持ってもらえます5つ目、言ったことは必ずやり遂げることです。優柔不断な人よりも、芯があってぶれない人の方が絶対にモテます。言ったことをやり遂げる人って、誠実で、一途で頑張り屋で、愛情深くって信頼できるっていうね、すっごくいいイメージになります。ただね、 正直、優柔不断じゃない人っていないと思うんですよ。人間ってもともと優柔不断にできています。なので、優柔不断な人とブレない人の違いって、中身や考え方が大きく違うかっていうと、そういうわけじゃなくって、最初の段階ではね、見せ方の問題がすごく大きいと思います。対策としてはとってもシンプルです。言ったことはやるし、できへんことは言わへん。 っていうそれだけです。結局ね、これを心がけるっていうことだけなんですよ。そして自分が言ったことっていうのは、それがどんなにちっちゃいことでも必ずやり遂げるっていうことで、自然とですね、ブレない力がつくし、自分に自信っていうのを持つことができます。6つ目、イメージを裏切るギャップがあるです。 意外な一面を知った時、人は好意を抱きます。こうした心の動きって、心理学ではゲインロス効果という風うに呼ばれます。ロス、つまり損だという風うに感じていたことが、ゲイン、つまり得だという風うに感じることで、交換につながるというものです。例えばね、第一印象ではめちゃくちゃやんちゃそうやなって思ってた人が、喋ってみたら礼儀正しくって、しかも字が綺麗となると、キュンとなるわけです。 そして、このゲインとロスの幅が広ければ広いほど効果は高まるというふうに言われています。 対策としては、まず人があなたに対してどのような印象を抱くのかというのを確認しましょう。そしてそこから意外性の演出っていうのが何なのかというのを考えます。例えばね、あなたがあまり感情が顔に出ないというタイプだったら、たまに見せる笑顔というのは抜群の破壊力だということですね。他には、明るくて元気であんまりちゃんと考えてなさそうだな。 という見た目に反して、実は将来のことをガッチガチに考えてるとか、それからね、真面目で誠実だという印象を与える人に関しては、実はめちゃくちゃ男らしい趣味があるとか、という感じです。7つ目、人を大切にしているです。これはね、男性に限ったことじゃないんですけど、シンプルに人のことを大切にしてる人ってやっぱ素敵ですよね。そしてそういう人って私のことも大事にしてくれそうだな、というふうに思います。これの対策としては、 言葉と行動をオーバーにするっていうのがポイントです。どんなに人のことを大切に思う人でも、それを表現しなければやっぱり伝わりません。なので、相手のいいところ、感謝しているところ、好きなところ、こういうのはしっかりと相手に対して言葉で伝える。恥ずかしがらずに伝えるというようにしましょう。特に男性はね、言葉にしない方多いので、伝えた方が絶対ね、あなたの良さっていうのが伝わります。8個目、自然体でいられるです。 女性が好きな男性に対してどこが好きって聞いたら自然体でおれんねんって答える確率めちゃくちゃ高いです。つまり女性というのはそれだけ日々の生活の中で 演技をしている、求められる自分を演じているという意識が強いということです。実際ね、周囲の人との関係とか、求められるイメージに合わせて、上品に振る舞ったり、女性らしさっていうのを意識したりとか、反対にちょっと乱暴に振る舞ったりとか、ガサツな一面を見せてみたりとか、そうやって周りからの印象で自分の行動を決めてるっていうところが結構あります。なので、そんな時に、どんな自分を見せても最高だっていう風に言ってくれる人がいたら、 この人の前では取り繕った自分じゃなくてもいいんだなというふうに感じてその人のことを特別だというふうに思い始めるわけです。対策としては女性のどんな姿を見ても動揺せずにむしろ面白がる姿勢を見せるってことです。 特にね、君ってこういう人やなというふうに男性から言われた瞬間に、女性はそのイメージを守らなきゃと思って演技をし始めます。なので、決めつけずに、いろんな面があって飽きないよねとか、すっごく奥深くって楽しい人だよねというふうに言ってあげると、自分のね、いろんな面を見せても、この人は楽しんでくれるんだなというふうに思って嬉しくなります。そして、9つ目、素直です。 知ったかぶりしたりとか、意地を張る男性のことを、やっぱり女性はね、一番めんどくさいなと感じます。反対に素直な男性は裏表がなくって信頼できるなという印象になります。対策としては、ありがとう、ごめんなさい、教えてくださいを素直に言うことです。特にね、年齢を重ねた男性が知らないことを教えてくださいとか、あとは失敗をね、認める姿って、やっぱかっこいいなって思います。 そういう人って無駄なプライドがなくって、成長っていうことに重きを置いた人なんだなという印象になるので、結構ね、いじっぱりの男性も多いのでね、ごめんなさいとか、ありがとうとか、あとまあ、申し訳ないとか教えてくださいとかね、そういうの言いにくいって方いるんですけど、ぜひね、怖がらずに言っていただけたらと思います。 ということでまとめです。今回はモテる男性の特徴9選ご紹介しました。まず1つ目が明るい雰囲気で感情が安定しているです。そして2つ目が爽やかで清潔感のある印象。で、3つ目が仕事が大好き。で、4つ目がかっこよさにこだわりを持っている。で、5つ目が言ったことは必ずやり遂げる。で、6つ目がイメージを裏切るギャップがある。7つ目、人を大切にしている。8個目、自然体でいられる。そして9個目が素直でした。 ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか特にね、9つ目の素直っていう部分に関してなんですけど、 まあね、自分が悪くないなって思った時は、謝る必要はもちろんないんですよ。ないんだけど、まあ俺悪ないけどなって思いつつ、まあでも自分にも問題あるかとか、まあ俺の言い方が悪かったかなとか、別に悪ないんやけど自分にも問題があったかもとか、何か改善点があるかもって考えられる人の方が、 やっぱりかっこいいなっていう風な印象になるので、絶対にそれが正しいというわけではないんだけど、舐められるっていうね、こともあるから、でもね、どっちか言うと、全部まあ自分の責任って言える人の方が、まあかっこいい印象にはなるのかなと思います。よかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。